ウニクス南古屋は埼玉県川越市泉町に所在するネイバーフット型ショッピングセンター。埼玉市に本社を置く株式会社ウニクスが運営するショッピングセンターウニクスの第1号店。株式会社ウニクスは P&D コンサルティングの関連会社。各テナントはスーパーマーケットのヤオコー。開業後2008年までにシネマコンプレックスの ユナイテッドシネマが入居する、シネマムネ、30レーンのボーリング場、ウニクスボールや、天然温泉付きのフィットネスクラブ、キッズウェルネス、大型アミューズメント施設、ゲームシティプラスが入居する、フィットネスワンボーリングムネが増築され、4棟で構成されている。この地は、桶川市に本社を置くマーレーエンジンコンポーネンツジャパンが、泉自動車工業時代に創業していた工場の、 跡地である。跡地の大半は、宝レーベンが取得し、ウニクスの西隣に、スプーンタウンの外区名称で大規模マンション2棟と、分譲住宅地を造成した。マンションの共有部には、ヤオコーのショッピングカート置き場が設置されている。出店テナントの一覧、詳細は公式サイト、ショップガイドを参照。ウニクス開業から5年後の2008年に、シネマ棟が増築され、 テナントとして、ユナイテッドシネマウニクス南古屋が開業。旧スクリーン、1500席を有する。開業時点における、ユナイテッドシネマの最新設備を導入しているほか、デジタル 3D シネマを一部スクリーンに導入。ロビーには、川越市内で56年間市民に親しまれた映画館、シアターホームランの歴史を綴ったメモリアルプレートが展示されている。 ユナイテッドシネマの開業に際しては、旧市街の現状地では、拡張ができなかった、シアターホームランの旧経営陣も尽力し、川越から映画館を消すなという市民の署名が大勢、集まり市長を動かし、映画館が建設できない用途の当治に、映画館建設の許可が下りた。ありがとうございます。